はい皆さん毎度毎度。はいおばちゃんパーマこれからワインディングねちょっと古い動画だからねロットケース置く台がないね健康網のねおばちゃんパーマだから血を上から2番目の血をとまあトップの辺りトップじゃないフロント周りね前髪の辺り取りやすいから多分最後に一番強い血をかけたんじゃないかな何かしらまあ基本ね健康網の方のパーマは簡単だからねで まあ上から2番目の地を使えばまあ問題ないね一番強いチューを使うとねほんとパンチパーマになってブローできなくなってチリチリになっちゃうかんね、まあ、それはいいのが好きな人はそれでいいんだけど普通の巻いたりブローでドライヤーで乾かしてちょっと形つけるような方は上から2番目のチューを使うのが無難だよねで15分バッチリ置くとなるとちょっと置きすぎだね7分から10分ぐらい場合によったら3分ぐらいでもかかったりするからねつけ巻きだったらね で15分でね最低2液つけないともう失敗だね10分12分で2液つけないともう失敗だね、まあ、15分置いていいっていうのはカーリーとか強めの場合だよね普通のブロースタイルとかちょっと上の方だけカーラーで巻くような方の場合はねやっぱ10分前後で2液つけないとね8分とか7分とかだいたいかかってるからそのぐらいでねそのぐらいでやんないとチリチリパーマになっちゃうねこの 上から2番目のパーマ液もメーカーによってね違うからねあのロレアルのデュルシア,ア・ドバンスの上から2番目の治療ならばまあ多分15分置いてやってもチリチリになることはないんじゃねえかなまあね苦手意識のある美容師さんね健康網のおばちゃんパーマだったらロレアルのデュルシア・ドバンスの 血を今一番強いチオないからね廃盤になって上から2番目のチオだってそれが一番強くなってから緑色っぽい袋ねそれ使ってれば特に問題ない気がするよねでねパーマの場合はさ、まあ、お得意様ずっとかけてたとするじゃない2ヶ月おきに、まあ、そちらの方をいきなりロレアルの、まあ、パーマ駅に変えるとするじゃないやっぱり最初は、うん、ちょっとなんかいいかなっていうぐらい感じると思うんだよ。 それまでの痛みっていうのがあるからね。でそれまでの痛みがあるから本当にね23分でかかったりするかもしれない。意外とねデュルシア・ドバンスの治療は癖がないんだよね。強くかかるわけでもな、ね、いし緩くしかかかんないわけでもないしで2ヶ月経てば取れちゃうしなんかね癖がないパーマ液なんだよね。多分ね15分ね毎度毎度置いてもそんなに痛まねえんじゃねえかなデュルシア・ドバンスの治療だったら。そ、まあ、それこそね この間久しぶりに資生堂の T72 っていうのを買ってみたけどやっぱね強いあのルリアルデルシア・ドバンスのチヨに比べてなんかちりつくちょっと扱いにくい感じまあなんか一番強いチヨに近いかなみたいなだからね T72 上から2番目の薬だけどあればっかり使ってるとねなんかストレスだよなんかパーマがねなんかコントロールがちょっと難しいっていうの t 7 2細毛の人にはいいのかねよくわかんないああいう薬やっぱり使ってるとねなんかパーマがうまくなるような気しないよねだったらロリアルの方がなんか頭つかんねでただ薬かけて巻いて外すれば比較的綺麗にかかってっかんね強すぎず緩すぎずあれちょっと強いかなと思っても2ヶ月後くらいだいたい全部は取れないよ毛先ぐらいは残ってるよね全部パーマが取れるってことはないよね、まあ、あの適当に残ってるっていうの ま無難に、ね、かかってるでまあまあまあ普通にかけ直ししてねでかけ直しして髪の毛がどん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 良くなるとさかかんなくなるっていうの,あのそういうい傾向があるよねそれもないしやっぱりねパーマ上手くなろうと思ったら扱いやすいパーマ液を選ばないと上手くなった気がしないっていうかあの余計ヘタがヘタになっちゃうよ。おばちゃんパーマが来てね まあ健康もの人ねパーマかけてくださいってね俺がかけたらろくなパーマになんねえでもう二度と来ねえなんてねもう最初から弱気になっちゃうかんねえ <laughs> 変なパーマ使うとねまあパーマねうまくなろうと思ったらねちょっと毛染めの方のパーマってのは本当に難しいけどね、まあ、それもうるさいってねもうミルボンの CMC それしかお前言わねえのかでそれだけでいいんだよミルボンの CMC あればなんとかなっちゃうあと最近覚えたのがアルミノの080ね このパーマ液に関してはねディーラーのおすすめしてるものは使わないのが一番だねあだからといってうちのおっさんが勧めてるやつ使って成功するか失敗するかまあみんな次第だけどねロレアルのデュルシア・アドバンスのチーをこれ使ってかからないって全然かかんねえじゃんかあの薬って言ったら巻くのが太すぎる、うん、もうそれで答えがすぐ出ちゃうのどんどん細くしていけばいいわけよで最後にどんなんのってったら6ミリでうちと同じ六6ミリに落ち着くよ。<laughs> アーマー駅ね、ディーラーがおすすめするものとかねあの会社が決めた薬とかねうんそんなの、ま、だいたい値段だけでね、儲け利幅だけでもを売ってる場合が多いからねうんやっぱりいい薬っていうのはまた違うからねうち上らのスタイロホームの F 一番強いやつ肛毛用のやつあれ買った。 まあこれ使ってみるけどねあれも社会的証明ねもう昔から変わってないっていうの、まあ、裏側の成分表見たらモノエタノールアミンが入ってないみたいだねまあ、とにかく昔っから売れてると床屋さんに人気があるあとご年配の美容師の女の先生にも人気があるとまあちょっと楽しみだねツイストパーマが来たら使ってみるしおばちゃんパーマのカーリーの健康網っていうのは。 ちょっと強めにかける人いるかないたら使ってみるけどねあとは博士太郎系ね男性の方ねうん健康網だったらいいけどちょっと染めてる人にはどうかなちょっとまあ様子見ながら使っていくようだねあとパーマねうまくなろうと思ったらやっぱり巻くのが好きじゃないとね巻くのが苦手とかさ人任せ俺細いの巻くの苦手だからって何か嫌だからってね若い人に任せて。 ね、自分じゃ裏に引っ込んでるとかねまあそうなるとやっぱりパーマうまくなんないよねやっぱり巻くのが好きにならないとね <laughs> やっぱりこうやってあのショートのおばちゃんなんかトップはペーパー折らなくて国家試験巻きで巻けるけどやっぱり横ねサイド、うん、下巻き下巻きっていうのあればもうペーパー折らないとねでペーパー折って巻けるようになればねまあ別に何のストレスもなくパラ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 巻けるからね。 パーマーが上、ね、手くなりたい、ね。パーマ上手くなりたかったらまず2つだけだねたった2つだけ難しいことは考えずにペーパーを折って使えることどんな長さでも、まあ、あのストレスなく巻けることだね、まあ、短いんでも何でも、まあ、ペーパー折りゃストレスなく負けるからねまずペーパー折ることだよね折って巻くこと上巻きは折らなくても負けるけどねあといい薬を使うこといい薬っていうのは扱いやすい薬ね。 この2つが揃わないとねどんなにいい技術だのヘリクスだの科学的知識あろうともローくなパーマにならないよパーマがねうまくなりたかったらペーパーを折ることあと扱いやすいパーマ液ねミルボン CMC あとロリアルのデュルシア,アドバンスのチヨあとは強い薬ねうんまあ今現在は T の77かねまあ薬とね ちょっとした巻く技術ね、うん、これだけだよね。あとは特に難しいことないからね、外すだけだからね、かかったらね。あと細かいことしたら、2液をちゃんとね毛先に届くようにかけるとかいろいろあるけどね、中間水性なんかいらねえな。この2個ねできないとね、ほんとろくなパーマンなんだよねあ。ペーパー折って巻けません。細いの巻きたくありません。ね <laughs>、そうもう、おばさんパーマン来なくなるしね。 で変なまあ T72 なんかちょっと散りつくんであれね太いんで巻けばいいのかなあでもやめた、まあ、もう T72 は金にしとこうとりあえず <laughs> だけどねいいパーマイケっての本当と頭使わないよねほっときゃかかるそこそこあーでそこそこで OK みたいなねはい、あ、<laughs> 神経使ってさコントロールしなきゃいけない薬ってな本当ろくなパーマイケじゃないね <laughs> はいお疲れ様でした。まあ、もう最後まで垂れ流しコメントなしここから先無音おどんせいもなし。